リタイアを考えてますが、周りが仕事をしているので、日中暇になりそうで、勇気が出ません。テスターさんはリタイアするなら何をしますか？まあ、好きなことをしたらいいんじゃないですか。それで、また仕事したくなったらやればいいんで、やってみないと分かんないじゃないですか。そのリタイアも2種類あって、そのリタイアして、何か趣味をやって、それがすごい楽しい、これが生きがいだって、やっぱりこれがやりたかったんだってなる人もいれば、やってみたけど、いや、意外と暇だな、みたいな人もいますし、でもそれどっちにせよ、やってみないと絶対分かんないことなんで、まあ、リタイアできる資金があるということでしょうから、まあ、それで別に、同じ仕事に戻れなかったって、別に、面白そうな仕事探してもいいですし、暇だったら働くんじゃないですかね。あ、僕はとりあえず、やりたいゲームと見たいドラマとかを、映画をたくさん見て、行きたい国に行って、で、その後、次にやりたいことを考えると思います。まあ、本当は一つやりたいことあるんですよね。決めてることあるんですけど、それはまあ、引退に追い込まれたらやろうと思って楽しみにしてます。遺産のこととか考えますか？遺産のこと、全然考えないですね。自分が死んだらってことですよね。でもお世話になった人たちに配りたいな、みたいな感じはあるんで、本当は遺書書いとかないとそうならないんですけど、死ぬと思ってないから書いてないんですけど、本当は書いてないとダメだなと思いますね。親とかには伝えとくべきでしょうね。誰々にいくら渡しといて、みたいな。もし今死んだら、みたいな。やろうと思ってるんですけどね、そういうの。でも死なないんじゃねえと思ってるんで。まあ、もうちょい生きれるんじゃねえ、みたいな。だってみんなも、だってもうすぐ死ぬと思ってないじゃないですか。まあだから、ガンとかでもう絶対死ぬってなったら書いてみんなに配ろうと思います。